はい、皆さんこんにちは。新潟県新潟市古町元に来ております。私古町というと若い頃よく飲み屋に行ったものですけども、やっぱりこう最近年取ってくると懐がねちょっと寂しくて飲みには行きませんけども、今日はいつものあの人のイベントがありますので、そちらの方をお邪魔してみたいと思います。はい、私古町来るの相当何年何十年ぶりのような感じがいたします。全然用事がございませんので来てませんでしたけども、あと本当に来てないけどこの周りの風景が全然違ってどこに何があるかわからない状態になっております。さて私の行くところもさっき Google マップで調べたんですけども、今日は連れが指さしてますね。だいたい場所分かりました。では行ってみましょう。この辺の飲み屋街よく若い頃通ったような覚えがありますけども、さて今日の目的の場所ここです。羊画廊です。絵師さんいました。いつも私の動画見てる人は分かると思いますけども、絵師さんいました。じゃあお邪魔しましょう。お邪魔します。はい、今日は宮下絵師の個展に来てみました。すごいですね。はい、個展は開くのは何回？でも結構やりますよね。でもでその時やっぱ画風は違ってるんですよ。いやまあ大体こんな感じですけど、はい、あの絵柄とかはだんだん変わって絵は違ってますけど、これ中で撮るとライトのこのチカチカがあるんで一回外出てきました。この外出たら音楽になってます。著作権引っかかりそうで怖いけどね。じゃあちょっと中なんていうんですか、チカチカが入るんで、なんていうんだろう、加工してあれしますけども、一応じゃあイメージ映像だけ行ってみます。これ油絵で描いてる？いや、あのアクリルですね。アクリル、はい、でもこれ見るとあのキャンパスに描いてるような感じにしてくる。ああ、はい、こういうアクリル使って。そうですね。で絵の具っていうか何線量？あ、色、いや色がそのアクリル絵の具っていう。あ、アクリル絵の具っていうのがあるんですか？はい、そうですね。アクリル用の絵の具あるってこと？はい、そうですね、はい。このアクリル板で描いたやつはどのぐらい持つの？一応この劣化とか防ぐために、はい、こうアクリル絵の具でその塗ってその終わった後にこうコーティングしてあるんですよ。あ、じゃあこれ、はい、なん太陽で焼けるとかとはない？はないと思いますね。ひび割れ防止でいいんですか？じゃあ普通の絵よりはいいみたいなね。そう、普通の絵だとね太陽とか当ててると色落ちちゃうけど、はい、多分俺思ったんだけどこれが一番メインの絵、はい、今回、はいはい、やっぱ違うもんね、鹿の揺らいがね。なんだこう気持ちがこう伝わってくるっていうかね、力の入れ具合で。でこれはいつまで？29ですね。は何曜日？29、火曜日。火曜日、3月の29日の火曜日までやってるそうです。皆さん暇があったら見に来てください。でこの後私ゆっくりと鑑賞してからなんか甘いの食べに行きます。じゃあ OK 最後。この絵買いました。商売繁盛だそうです。この後がっぱり行きたいと思います。後でじゃあ。はい、今日は宮下くんの個展に来ました。あの絵商売繁盛の絵だそうです。これは後でがっぱり行きたいと思います。ここは新潟県新潟市古町オッケーサイン。